ボンジョルノー、あっちゃんです。今日はね、6月の16日、日曜日7時56分です。はい、早いでしょ。今日はちょっとね、早めに、目が7時ごろに目覚めてね、で、活動開始、もう総連も終わってね、ちょっと、あっちゃんのガーデンを水あげてね、ちょっとカニちゃんと戯れてね、でまあいろいろして、今日は一日、始まりです。はい、ということでね、まあね、なんというのか、いなくて。コーヒー出したんです、今日は。まあいいね。またね、コーヒー買いかな。コーヒー結構ね、やっぱ1日2杯、3杯ぐらい飲むから、あっちまいなくなるのよ。まあ家族も飲むしね、みんな飲むからね。だから、まあ3日ぐらいで、今回買ったやつね、なんぼや、18本ぐらいし、15本やったっけぐらいしか入ってんから。間違いなくなるけどね。今度ちょっとね、この前買ってたやつがね、30本入ってたんやけど、でも1ヶ月も大変。まあ、バラも大変わな。1日1杯飲んでも1ヶ月やね、1人で。だから2人で飲んで、2週間。1ヶ月に2分くらいでしょ、2人で飲んだら。で、そこにあっちゃん1日2回、3回飲むから、結局やっぱ1ヶ月3回ぐらい。で、3、7、21。まあ、みんなで、ね、2000円なめて安いよね。毎日コンビニとか缶コーヒーとかと思ったらね、あれ、ネット止まってる？なんかね、ネットがちょっとおかしい。ネットおかしいのかな。あ、ネットが切れてるわ。ちょっと入れてくるわ。よいしょ。ちょっとね、繋がってんの、切れてはないねんけどね、なんやろね。なんでやろ。なんか表示がおかしいよ。なんかね、おかしかった。多分これで、
ビビる。あ、いけた。たまにね、なんのよ。こっちは出てきゃへん。出た出た。ね、ネットがつながらんと仕事にならへんのでね。だからね、今日はね、うらちゃんになってる。昨日うらちゃんのまま起こしてもらったのか。今日はね、なんていうのかな、日曜日でゆるっとって言ってもね、あっちゃんに日曜日関係ないのよはっきり言ってね、で、日曜日であろうがね、関係なくね、日曜日であろうが平日であろうが関係なくね、時間は動いてるな感じやねんけど、ね、今日なんていうのかな、やれることをやる、ただそれだけやねんけどね。で、世間はね、日曜日やから外に出るとね、どうしても車も多いし人も多い、めんどくさいなと思うんで、ちょっとね、欲しいものがあるからちょっとだけ出かけるから、近所ね、近所にちょっと出かけるかなと思ってんねんけど、それだけで、あとはね、やねんけど、今日ちょっとね、まあ天気はこれから良くなる、今日明日良くなって、明日の夕方からまた雨ってことやからね、プラモデルの色塗りしてもいいしね、まあいろいろできることして楽しんでいくうちのが一番いいのかなとは思ってんねんけどね。今日はなかなかね、頭回って、ちょっといつもより1時間早いとね、頭回れば。今日ちょっといろいろね、朝から片付けな、昨日ライブしてね、ライブのまんま、ライブまんまじゃないけど、ライブしたらちょっとごそごそしょ、そのまんまやからね。で、今日ね、今日は無理かもわからないね、ちょっと近いうちに本屋さんに行きたくてね、本が欲しいのよ。で、ネットで本、もちろん本ってアマゾンで買ったらいいねんけど、今日か明日に届くんやね、早かったもう今日注文した、今日届くんやけど、ね、内容をちょっとチェックしてから買いたいなと思って、ビジネス系の本やねんけど、それがね、ちょっと 何を買おうか悩んで、何を買おうちゅうかね、まあ、どういう内容がいいのかな。田舎の本屋行ってもね、品揃えが悪いからやねんけど、ちょっとね、その類の本中でも結構ピンキリで、すごい情報量の多いやつとか情報量の浅いやつとかってあるから、だからそこはちょっと実際自分の目で見て見極めてから買った方がいいのかなと思ったりね。本ってあんまり立ち読みしたらあかんのよ。立ち読みってね、限られた時間にパラ読みするとね、あ、この本いいなと思って買って持って帰って実際自分で読むとなんか微妙っていうのが多くてね、だからね、本をね、買うっていうのも意外とね、悩ましいところもあんねん。で、Amazon で立ち読みコーナーみたいなのがあるからね、それ見ながらでもいいねんけど、それもね、ほんまに Amazon の立ち読みでちょっとちなみに最初の前書きとか見て、あ、いいな思って買ったら外れが多かったりするの。あと口コミが意外といい加減な時もあったりするしね。あんまりあっちゃんなんか口コミって見えへんのね。人のやっぱりレビューっていうのは自分のレビューとは違うから微妙なところが多かったりするからね。やれんけど、お腹が出てチクチクってした。
けようってなんね、チクチクチクってなんか張り出されてるんだよね。タイトルもね、結構こう、あ、これいいなと思って引かれて買ったら意外と外れやったみたいなのが多かったりするしね難しいね。まあでも向こう側にね、売る側にしたらね、どないかして売ったろっていうのがあるからね、タイトルで。タイトル売りっていうのはすごい大事なことないよね。なんかあんちゃんはそれはダメとは言わんけどさ、ね、うんっていうところがあって今日もね、まあ、ネットをちょっとこそこそ見ながら、調べ物しながらね、でやっていこうかなと思ってるんだけどね。どうしてもね、なんとも言えへんね、ことが起こるからね。調べ物しながらね、今日はちょっとまだ動画編集するのにダウンロードしか、カメラの中にまだデータ入っておくからね、動画自体は編集してないので、一応編集ソフト立ち上げておこう。今でもね、ちょっとプラモデルをね、したいなっていうのがあって、ね、いろいろ考えてんのよ。もうこんなしようかな、あんなしようかなって頭で、ね、考えてても、なかなか行動に移せへんのにね。大掛かりな改造もしていきたいなって思ったり、ちょっとしたね、一手間加えてからね、すごくちょっと良くするっていうのもやってみたいし、で実際のとこね、いろいろ考えてるの、模型する上で、まあ、模型だけじゃない、いろんな仕事で、プリンターって意外と使う時使うし、使わへん時使わへんのよ。で普通に生きてたらプリンターってほぼほぼ使わへんかったりするんでね。でもうちょっといろんなことがあって、プリンターが壊れてね、不便性してなかったんだよ、ずっと。だから買ってなかったんけども、で数年前にね、ちょっとプリンターが必要になったけど、まあコンビニでプリントアウトしてやってて、な意外と1枚10円、白黒やったら10円で、カラーで50円、まあほぼほぼね、資料とかって50円の白黒でいいやと思って、白黒コピーしたんですね。で、要は100枚プリントしても1000円やんか。1000枚印刷しても1枚で、プリンターって結構高い、4、5万して、でインクが結構早めとか、またインクが高いね、1万何本かかるんですね。そう思ったらプリンターって買わんでいいやと思ってたんよ。でも
模型しだしてね、模型にプリンターを使うことが出てきて欲しいなって。で模型用の印刷の紙ってコンビニで紙自分の持ってて紙使えへんやん。だからね欲しいなって思うようになってきてね。でちょっとね模型に使う、まあ模型でちっちゃい模型用に使えるのかな、そこ分からへんねんけど、まあそう思ったらね、あのもう今ないかどうか知らないけど、アルプス工業っていうから白が印刷できるねインクリボンのプリンターがあって、それがあったら最高やねん。まあそんなん、うんね、売ってへんのかも分からんけどね、うん、まあね、いや何をするのかって言ったら模型用のね、昨日、ライブで果てたデカールってやつ、あれが作れんのよ。あれが作れると模型の幅がすごい広がるからね。でシールが売ってね、国有とかからね、あのシール用紙が出て、そのシール用紙を使うとラジコンのボディに外から貼るシールやったら作れんねんけど、ラジコンやったら10分の1ほどでっかいからそんな細かくないから、あの貼りやすいしね。で細かい文字も綺麗に印刷できるから、だからラジコンとかにはいいんやけど、プラモデルとかにはちょっと向かへんね。でも、まあ、それもねちょっと技があったりもすんねんけどね、そういうのを使ったりすると模型の幅が広がるかなと思って、そう思ったらプリンターが欲しくなってねプリンター買うかなって迷ってると思うのよ、だからまあね、プリンター、まあ、買ってもね置くとこじゃなるからね、まあ、今のプリンターはね無線 LAN とかで飛ばしてデータ飛ばせるから、どっかあっちの方置いといてもねいいねんけど、そう思ったらプリンターを置くところ棚確保ぐらいできんことないねんけどもね、まあこうやって、ね、新生活ちょっとね着るもの揃えたりっていかなあかんなとは思ってんねんけどね、ちょっとほんまにね今まで目がすごい大変なんで、昨日も目が痛くて目マッサージだけど、マッサージ目マッサージしてね思ってんけども、そんなシャンでも寝てもみたいぐらい疲れてね。だけども今日はさやっぱねちょっとしんどいけどね、目の疲れがひどいからこれから何年後ね、まあ新居建ててね、でそこで模型スペース作りたいなっていうのがあんねんけど、その頃に模型作れんのかなって思った不安になってきてね。やれる趣味が限られてくるなってまあそれだけ年齢を重ねたっていうことやなと思ったら、ちょっとなんかこう黄昏れてしまうとね、ああもうじきみちちゃんのとこ行くんかなって、あれだけみちちゃんのとこ行きたいって願ってたけど、この辺に未練はないけど、まだもうちょっと子供の成長を見てたいなっていうのがあってね。まあ死ぬ日まで全力で生きよう、それでいいんだけどね人間なんてねいつまで生きてるか分からへんから、生きてる間にねもったいない無駄な時間使うよりも全力で自分を楽しんで家族との思い出作って、それがいいんちゃうかなと思うね。ああこんなこと言うんだったらあっちゃんも年いったんやなってふと自分のことは、はい、ということで今日のあっちゃんのコーヒータイム、あんまり喋らへんのね、グダグダしたコーヒータイム、これもあっちゃんのコーヒー雑談やと思って楽しんでいただければと思います。ことで今日のコーヒー雑談この辺で終わりにしたいと思います。またねバイバイ。今日のあっちゃんのコーヒー雑談良かったよと思ってくれたら高評価応援コメントチャンネル登録よろしくね。ではまたねバイバイ。今日も一日よろしくね。